はい、おはようございます。春です。おはようございます。タカです。タカさん、今日ちゃんと衣装着てますね。着てます。はい、皆さんからサロンメンバーからもらった文字工レトロの金ピカの T シャツ。はい。で、今日はタイトルにある通りなんですが、1日のギターの練習時間ってどれくらいが最適なのっていうのをね、ちょっとタカさんとお話ししてみようと思ってるんですよ。はい。で、ちょっと前に僕 X と、YouTube の方にこんなアンケートを投げました。はい。普段のギター練習、皆さん1日にどれくらいの時間ギターを弾いてますかっていうことですね。まあ、どれくらいが一般的なのか統計を取ってみたいからアンケートお願いしますっていうのもね、皆さんご協力ありがとうございました。で、この中で4択にしちゃって、1時間以上、1時間以内、30分以内、10分以内。まあ、なんかプロの方とかじゃなくて、一般的にその働いていらっしゃって、趣味でギターをやってらっしゃるっていう方が、まあ9割9分ぐらい。はい。ですよね、大体ね。はい。うん、だと思うので、まあ、これぐらいなのかなっていうことで、この4択で選んでいただくようにしたところ、X では1時間以上が一番多かったんですよね。40%。あ、ちなみにこれ176票入っていて、40% の人が1時間以上。で、次が1時間以内。次が30分以内。で、意外や意外、10分以内って人が 11.1%。あとは17、8人とか。ああ。ってことで、はい、結果出たから、僕的には、みんなすげえって正直思ったんですよ。ああ、うん、はい。正直みんな忙しいからさ、やっぱ残業あったりとか、疲れるじゃないですか。で、家族がいたり、子供いたりする方も多いので、意外とちょっとギター、ピロピロって弾いて寝ちゃうとか、お酒飲んじゃうとか、で、10分以内になっちゃうって方が、多いんじゃないのかなって予想してたんですよ。はい。そしたら、1時間以上が一番多くて、みんな真面目やんってって思ってました。で、これが X の方の結果ですね。で、YouTube の方にも同じ問いをしてます。で、こっちの方がね、投票数多くて279票入れていただいてて、でもこれでもやっぱ順位は一緒、一番多いのが1時間以上、これも 41% ですね。1時間以内が 25%、 30分以内が 20%、で、10分以内が 14%。 やっぱ10分で終わる人はいないんだね。すごいですよね、皆さん。素晴らしいと思うよ、本当に。まあ、1時間以上っていうね、ちょっとアバウトな感じだから、1時間なのか、1時間半なのか、2時間なのか、3時間なのかって分かんない部分もあるし、もしかしたら人によっては、文章の解釈が違っていて、休日に2時間やってるよ。ということで、ね、1時間以上ポチってしてる人もいたりするかなとは思うんですけど、はい、まあ、一日にどれくらいの時間ギター弾いてますかっていう問いなので、まあ、毎日、日々、だいたい平均でどれくらいかなっていう質問だと仮定して話を進めていこうかなと思います。はい。皆さんどれくらい弾いてますか？もうこうやってアンケート先見せられちゃうとさ、1時間以上としか言えないですよね。逆にしてはよかった。ジャガさんどうすか？自分も1時間、弱ですかね。まあ、毎日コンスタントにこう平均化すると、まあ1時間弱。1時間、じゃあ1時間以内ですね。ですね。まあ30分以上1時間以内的な感じですよね。そうですね。どうですか、足りてます？足りてませんって自分で思ってます。さっきレッスンの時言ってましたもんね。はい、全然材料が足りないはずっていう、思ってます。うん、1日1時間と週に7時間。そうですね。まあ、1日1時間の趣味だと考えると、まあ、コンスタントにちゃんとやるっていうのはやっぱ大事だから、それができてるのは僕も皆さん素晴らしいなと思うし、タカさん素晴らしいなって。ありがとうございます。僕は思うんですけどね。やっぱその飛び飛びになっちゃったりとか、はい、休日だけしかやらないとかになっちゃうと、やっぱりなかなか伸びなかったりするじゃないですか。はい、例えば土日休みだから土日にギター触る方って多いと思うんですよ。うん、でも月火水も大きいに触らないとかいう方も多分いると思うんですよね。忙しくてそれだとどうしても忘れちゃうじゃないですか。あ、はい、うん、で、僕がよく言うのは、休日に2時間3時間まとめて弾くんだったら
10分ずつでいいから毎日触ってんって話を結構生徒の方とかもすることがあって、多分そっちの方が効率はいいと思うんですよね。はい。で、忘れちゃいますよね、人間。ああ、忘れます。はい。で、日曜日に触って次の休みまで何もしなかったら、なんか覚えた譜面タブ譜すら忘れてそうじゃないですか。それをまだ繰り返せばちょっとずつ覚えていくとは思うんですけど、はい、なんかね、まあ、想像するにだいぶ時間かかりそうですね。思うようには上手くなっていかないと思うんですよ。はい。で、どれくらいあったら最適だと思います？高さん的に足りないって今ねおっしゃっていただいたんですけど、多ければ多いほどいいですか？多ければ多いほどやっぱ2時間かなって思います。あ、倍の2時間1日コンサートに取れると効率よくうまくなっていきそうな気がする。まあどんだけ集中してるかにもよるとは思うんですけど、まあ、集中したという前提で、うん、集中して練習したよっていう前提で話をすると、うん、やっぱり2時間ぐらいがいいのかな、は欲しいかなって、あると自分がやりたい、例えばコピーしたい譜面を追っていったりとか、耳コピーしてみたりとか、違うアドリブやってみたりとか、いろいろやりたいことが網羅して練習積み重ねていけるかなって感じますね。まあ、これね、この話テーマにしておきながら答えなんてないんですけどね。音もこうないから言ってしまうと、まあ、今言ってくれたみたいに、どれだけ集中してるかとか、人の能力にもよるので、答えはないんですけど、僕も結構ね、思ってるのは、ボリュームって結構大事だなと思ってて、で、特にギターを始めたばかりの方とかは、絶対的な時間が結構物を言うんじゃないかなと思うんですよ。量より質とか言うけど、質より量。ああ、はい。なんとなくわかります。わかります。わかります。もちろん量より質がね、取れてもう1日10分でもバーッと集中してそれでさ超上手くなっていければいいですけど、はい、初めのうちって結構やらなきゃいけないこととか、やるべきこと、ああ、覚えることっていっぱいあるじゃないですか。はい。まずタブ譜読んで8小節覚えることですら、初めのうちって1時間かかっちゃったりするじゃないですか。はい。でもそのうちね、慣れてくれば8小節なんて10分で覚えれたりするじゃないですか。はい。そういうこともあるので、初めのうちはやっぱ膨大な時間、もう取れるだけ取ってくれっていうのが僕の意見。うまくなりたかったらね、それは早くうまくなりたかったってことですね。もちろんそれが8時間取ったとしても集中できてなかったら意味ないし、はい、生活がね、ボロボロになってさ、仕事行きませんとなったら、それは元も子もないのでダメですよ。でもやっぱり、ね、その実感、量より質って言われるけど、やっぱ質より量が最初は大事かなと思うんですよ。あ、俺今すんごいこと気づいちゃった。マイクの録音してない。ごめんなさい、今回の動画の音声カメラの音声なので、これもうマイク取っていいですよ。失礼しました。ちょっといつもより音質悪くなっちゃうかもしれないです。押し忘れてました。失礼しました。失礼しました。まあ、ボリュームで考えてましたね。ああ。やれることっていっぱい出てきちゃうんですよね。初めのうちって。あれもこれもやりたいし、弾けるようになりたいしとか。コードもやりたい。はい。まあ、僕の場合やらなきゃだったけど。やりたい。で、まずパワーコードもやりたいとか。で、ブリッジメイトも練習しなきゃとかさ。あと、ターンのリードフレーズもやらなきゃとか。やることはいっぱいあるじゃないですか。はい、やることいっぱい、やれることがいっぱいあるんですね、初心者の頃って。だからそのボリューム、時間っていうボリュームでカバーした感じですかね。だし質のいい練習ってできなくないですか、初めのうちって。何が質がいいですか？分かんなくないですか、まず初めの頃って。分かんないですよね。これギター以外で考えてみるとパッと思いつくんじゃないかなと思うんですけど、仕事とかも多分、高さん今だったらね、もうずっとやってらっしゃるから効率いい仕事のやり方、はいはい、処理の仕方って分かると思うんですけど、はい、初めて分かんないから、もういろんな、まあ、仕事の話ですけど、いろんなあらゆる自分で考えてこうした方がいいんじゃないかって試行錯誤して、今のスタイル、
今のその効率がいいというか早く処理できるのに落ち着くじゃないですか、はい、ってことはやっぱいろいろやる試す時間がいるから、それをいろいろ例えば100試さなきゃいけないやつを1日1個で100にするの100にかけるのか、はい、1日10個で10日で終わらせるのかって話じゃないですか、はい、だったら早く上手くなりたければ10日っていうボリューム、うん、1日の10か量を増やすしかないですよね、うんうん、だからやっぱそのボリュームがものを言うんじゃないかなと僕は思ってやってましたね。これあの中前さんも含め、うん、あのまあ、YouTube とかで動画でレッスン動画を出している方たちがいっぱいいるじゃないですか、うん、こういうふうな、まあ、こういうテクニックはこういうふうにやればうまくいきますよっていう動画を、うん、でこれを見ました、練習しました、はい、ね、講師の人、 YouTuber の人からしたら、うん、このぐらいは最低すぐやって、うん、できねえよじゃなくてこのぐらいは最低やってほしいなっていうぐらいは日数っていうのはあるんですか、うん、前ちょっと話したんですね、あのどやってもやっぱすぐできるわけではないよって話ですよね、うんと、また前のねちょっと動画の話を重複しちゃうんですけど、やっぱ動画でお伝えしたのコツだったりとかやり方方法だったりするので、それがバチッとハマればすぐできるようになるかもしれないんですけど、やっぱなかなかハマることないじゃないですか。今のなんだろうね、レベル経験値100でできるテクニックだとすると、はい、今99とか95とかさ、そこまで来てれば自分がね、はい、自分で練習してて来ててなんかピースが足らなくてできない時にその動画をたまたまパッと見て、それが自分にパッとハマればパチッと待ってポンとその場でおこの動画のおかげでできたっていうことはあると思うんですよ。でも100のところで自分がまだ50しかないとか20しかないとかだと、そのコツを踏まえた上でやっぱ練習を積むっていうことをしなきゃいけないから、パッとコツを聞いてポンとできるようになることってなかなかないと思うんですよね。あ、はい、だからそれをどれくらいやればいいのかってことですよね。うん、そうやってほしいと思ってるのか、やってほしいと思ってるのか、やるまでできるまでっていうのはまあ半分冗談で、半分本気であれば半分冗談、人によってやっぱ合う合わないがあるので、ですよね。それがその今見た情報が高野さんに合ってるのかどうかを判断するのにどれくらい期間をかければいいかってことですよね。ああ、それもあるかもしれないですね。あ、違いますよ、ちょっと。そうですね、そうです本当ですか。だからその骨格も、うん、骨格手の大きさも違えば、うん、っていうことですよ、うん、じゃないですか、うん、だから中前さんがやって成功したのが、うん、必ずしも自分に合うかどうかっていう保証はないわけじゃないですか、うん、はい、だけど、うん、それを踏まえた上で、でもこれだけは試し、この期間ぐらいは試してくれよっていう、そこですぐ諦めるなよっていう。ね、テクニックにもよるし、フレーズもよるとは思うんだけど、1週間ぐらいやってほしいかな。1週間ぐらいやってみて、ダメだったら1回ちょっと置いてみるか、まあ、いつも言う、なんていうんですか、放置してみるか、それか、まぁ、あ、ちょっと違う人の方法を探してみるか、うん、なのかなぁ、うん、1日10分やって違う人違う人違う方法ってこう、俺だとちょっと自分に合ってるのかどうかもわからないと思うんですよね、はい、うん、それでこれあなたのやり方でできませんでしたって言われても、そうですね、どうしてもいや、もうちょっとやり込んでもらっていいですかってなっちゃうので、それはあの YouTube だけじゃなくてギターレッスン、街のね、ギター教室のやり方とかもそうだと思うんですけど、そんな感じかな。例えば僕が何かを見てたわけじゃなくて、なんかのギターソロ、まあ、レフティー練習するじゃないですか。で、やっぱ速いフレーズとか難解なフレーズはまだできないこともあるわけですよ。で、練習して、でそれをね、大体ね、やっぱ1週間から10日はやるんですよ。ああ。うん。毎日弾いて、はい、で僕はね、その意図的に、あ、もう10日やったから1週間やったから置いておこうとか、うん、じゃないんですけど、うん、1週間ぐらいすると大体に飽きてくるんですよね。そこなんですよ。
そう飽きてくる。できないんできないんできないんだけど飽きてくるんですよね。だからそうすると時間の配分、例えばなんか A という曲と B という曲の時間の配分があるじゃないですか。はじめはやってこうね 100% A という曲につぎ込んで、なんかだんだんこうなってくるんですよ。 B がでこうなってきてなくなってくるんですよ。で思い出してここでまた A という曲やるとかそういう感じなんですけど、だいたいその感覚が1週間から10日なんですよね、うん、っていうのと、あとやっぱテクニックを見直すスパンっていうのもやっぱそれぐらいかなと思います。僕は1週間ぐらいを、だいたいそれぐらい引き込んでもできなかったらちょっとピッキングの例えばダウンアップ変えてみようかなとか、角度変えてみようかなとか、はい、運指をやっぱこっちの方がいいのかなって、うん、小指使った方がいいかなとか、はい、そういうふうに変えてみるタイミングが僕の場合だいたい1週間から10日なんですね。だからある程度やっぱ引き込んでから変えていく、うーん、感じですね。で1週間から10日で変えて、でまたやってみたら戻す時もあるんですよやっぱこっちの方がいいわとか、はい、試さないと分かんないから、あ、はい、うん、例えばダウンダウンのピッキング弾いてできないからって言ってダウンアップに変えだすじゃないですか、はい、で1週間から10日待ってやってみる、やっぱダウンダウンの方がいいなとかいう時もあるし、また違うピッキングに変える時もあるし、でそのスパンが大体1週間から10日なので、まあ、それぐらいのスパンで見てもらうと僕と同じ感覚なのかなって思います。うん、これもね答えはないので、答えはないんだけど、やっぱある程度引き込むことは必要ですよね。ああ、そうですね、うん、っていう感じです、はい、はい、ということで今回は1日の練習時間、みんながどれくらいやってるのかっていうところと、まあ、どれくらいが最適なのかな、まあ、答えはないのでね、やっぱりこの時間やれば絶対うまくなりますよっていうお約束を提供できないんですけど、まあ、僕はこんな感じでやってるよ。高さん1時間でしたっけ、1時間半ぐらい弱ですね、うん、はい、で理想としては2時間ぐらいやりたいよっていうねお話でした。なので皆さんも今毎日どれくらい、1日ね平均数をどれくらい練習してるよとか、高さんと同じく理想はこれぐらい本当やりたいよ、これぐらいできるとなんか僕上手くなっていきそうとかそういう理想があればそちらの方もコメントで教えていただけたらと思います。ということで終わりまーす。ではまたね。 There's no need to go in